ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として音喜多駿君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省衛生局長、迫井正美君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。なし。ご異議ないと認め、採用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、新型コロナウイルス感染症対策等に関する件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。はい、委員長。石田